このコーデは2012年のアルビレックス新潟について記述する。選手、スタッフの大幅な入れ替わりがあった中で迎えた2012シーズンはリーグ戦開幕から3連敗を喫するなど低迷。第12節岩田戦で1の6の大敗を喫すると暫定順位は J2 降格圏の17位に沈み、試合後の5月21日に成績不振の責任を取る形で、 黒崎久史監督と西が谷隆幸ヘッドコーチが辞任。シーズン途中での監督交代はクラブ史上初となった。その後はユース監督から転任した上野信弘ヘッドコーチが監督代行として暫定的に指揮を取ったが、第13節柏戦も0の2で敗れて2014、FIFA フフワールドカップアジア4次予選によるリーグ戦、中断期間を迎えた。 リーグ戦再開直前の6月11日、2011年まで岩田の監督を務めていた、八木下正明の監督就任を発表。再開直後の第14節で清水に1-0で勝利して、リーグ戦、ホーム初勝利を収めると、一敗を挟んで5試合無敗と持ち直して一時的に J2 降格圏内から脱出したが、直後に連敗を喫して、 再び降格圏内の17位に沈んだ。その後も、第23節で、鹿島に1の0で勝利して、J1 通算100勝目を挙げ、第27節では、名古屋に対し J1 昇格後最多となる5点を挙げて、対勝するなど奮闘を続けたが、熾烈な残留争いを繰り広げていた神戸、大宮との直接対決に勝ちきれなかったため、J2 降格圏から脱出するには至らなかった。 第31節で、清水を1の0で下して、第27節以来4試合ぶりの勝利を収めたが、第32節で、J1 昇格後ホーム無敗記録が続いていた川崎に0、0の1で敗れた。この時点で15位神戸との勝ち点差が5に開いたため、新潟が残留する条件は残り2試合に減少した上で、神戸が残り2試合を1敗1分け、または2敗。 勝ち点3差の16位 G 大阪が一勝もしない、場合のみという絶対絶命の状態に追い込まれた。それでも、第33節で優勝争いを繰り広げていた、仙台に1の0で勝利して、その優勝を阻止し、同節で敗れた神戸との勝ち点差を2、引き分けた G 大阪との勝ち点差を1にそれぞれ縮めて、残留に望みをつなぐと、最終節では、 八木下監督が不在だったものの札幌に4の1で勝利し、シーズン初の連勝を収めて10勝10分14敗の勝ち点40とした一方で、神戸と G 大阪が共に敗れたため、逆転で15位に浮上して、J1 残留を果たした。なお、リーグ戦34失点はこの年優勝した広島と並んで、横浜 FM に次いで少ないものとなったが、 29得点は、札幌に次いで少ないものであった。また、総警告は、J1 はオスと3位の65、反則ポイントは104となり、反則金40万円を J リーグに支払うことになった。年間順位設別動向最終更新日、2013年1月22日、出展、J リーグ、2013年1月22日閲覧、開催地、A イコールアウェイ、 H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。グループリーグ B アルビレックス新潟 V サウルコス、福井アルビレックス新潟 V 福島ユナイテッド、FC 2012年1月6日の3月30日2012年7月20日から8月17日2012年9月14日まで、監督交代ファーストは、 細いストライプが大きな間隔で入り、セカンドは根性のタスキラインにオレンジの両脇カッティングが加わる。復活した大きな襟の色はファーストが白、セカンドが紺に近い青。胸スポンサーの亀田聖火が赤文字白縁取りから白い情報形の上に赤文字となる。ありがとうございます。